オーストラリアとの決勝を制し、史上最多4度目のアジア王者となったザックジャパン。試合から一夜明けて、ザッケローニ監督はアジアカップをこう振り返った。日本は11人でプレーしなかった。50人でプレーしたんだ。用具係もイタリアのスタッフもそれ以外のスタッフもみんなでプレーしたんだ。就任以来、悪戦無敗は日本だ。